はい、トールです。今回は、隠し事のですね、12話秘め事の、感想とね、まあ総合的にね、最終回やったんでね、総評的なのをしていきたいなと思います。とはいえ、そこまで深くね、考察するようなこともないので、あ、楽しかったな、良かったなっていうようなことを、だらだら言うだけになりますので、ご了承ください。はい。まあ全体的なね、まあストーリーなんですけど、まあ隠し事のについてですね、まあ、姫が知ってですね、でお父さんの現状っていうのが、まあ今回明らかになりますね。で、それをどうにかしようっていうところで、最後お父さんの記憶が戻って終わりという、非常に分かりやすくてね、シンプルな話だったんですけど、まあ見せ方一つでね、1話からですね、ずっとね、引っ張っていたこのね、謎の描写がですね、話だけで言ったら、結構シンプルなものやったんですけど、そういう意味ではですね、やはりこう見せ方のね、巧みさみたいなのを感じましたね。はい。結局ね、これにね、引きつけられてね、12話までね、しっかり見ることができましたからね。はい。全体的には本当に綺麗な、終わり方でですね、作品自体もですね、なんか変に、変な、こう、不純物がないというか、常に12話ずっと安定して楽しむことができたと、そういう話に、なりましたね。はい。で、まあ記憶をね、やっぱりね、取り戻すまでの流れに関してはね、すごい良かったですよね。なんか多分別の方法もあったとは思うんですけど、おそらく他の方法を、取っても良かったとは思うんですね。例えばこう姫のアルバムを見せるとかでも、一応記憶が戻っていくっていうのはね、あったと思うんですけど、まあ、今回ですね、書いた原稿をね、見せるっていうね、まあ、仕事に対するですね、まあ、父の隠し事に対する、姫なりの敬意というかね、リスペクトですね、を感じましたね。それで、まあ、記憶とともにね、戻っていくっていう感じですよね。はい。非常にそのね、描写とか表現的なものはね、面白かったですね。はい。で、まあ、ちょうど原作とね、一緒に終わった、原作の最終回と、まあ、ほぼ同じタイミングで終わったっていうことで、なかなかそういった意味での工夫も見られて、面白かったですね。はい。で、まあ、なんていうか、この隠し事っていう作品は、その全体的にあんまりこう登場人物に感情移入しすぎないように作ってるんじゃないかなと自分的には思っていて、その、でも全然共感できないっていうわけではないんですけど、見てる人はこの世界にどっぷりハマるっていうよりは、見る側としてね、ちょっと一線ね、離れて見てるような感じでね、見れるようにして、で、鑑賞物として心地よかったりだとか、面白かったりだとか、見ていて楽しかったりだとか、そういうような、なんか演出がされているなっていうのを、全体を通してね、思いましたね。あ、こういう距離感で人物たちを描いていくっていうのも、なかなかね、面白いというか価値のある描き方やなということで、そういう作品にね、まあ出会うことができてよかったなというふうに思いましたね。まあ、こういう点はおそらく、まあスタッフとですね、原作のね、漫画のね、力なんやろうなというふうに、考えました。はい。で、まあ全部を見たら、本当にまあ心地よい風のようにね、吹き抜けていったみたいな、そういう印象ですね。なんか皆さんのね、感想どうだったのかちょっとね、わからないんですけど、そんな感じでですね、基本的にまあ気持ちのいい風で、最後10話11話の不穏な感じは、なんかこう、突然ね、思ってなかった方からね、ちょっと強風が吹いたぐらいの、感じだったんですけど、まあ基本的にね、穏やかな風となってね、なんというか本当に、あ、気持ちのいいね、風が吹いたなっていう感じで最後までね、言ってくれたのでね、良かったなというふうに思いますね。はい。なんかね、血が湧いたり、こう肉が踊ったりするって、そういう感じではなくですね、この作品をこのように描こう、このように見せようって言って作って、それ通りにしっかりね、作り込まれていた作品じゃないかなというふうに思いました。はい。まあ、あとはね、個人的に好きだったところに言うだけなんですけど、まあ、オチの付け方はね、綺麗で良かったですね。なんていうか、こう、姫ちゃんの目から虚ろさがね、最後ね、なくなってしまってるのがね、自分の中でも見ないようにしていたところがね、はっきりしたんじゃないかってことでですね、かなり意志のこもった目を、するようになりましたね、18歳のね、この日にね。
そのあたりがねすごい良くて、で、お父さんに知られたら恥ずかしいからっていうことでね、漫画描いてたりするあたりね、なんかやっぱりこう、遺伝というかね地位的なものもあるなっていう ところがありますね。はい。でまあ才能もねあるようだっていうことですね、本編中に描かれていたので、そういう意味では面白くてねいいオチのつけ方やなというふうに思いましたね。はい。でまあ、印象的なシーンとしてはやっぱりね走るところですよね、やっぱりこの走るシーンを入れたかったんでしょうね。この髪がバーってなるところはやっぱりちょっとねおーって思わされてしまいましたね。このシーンはやっぱりその走るっていう、ところでオープニングとかエンディングかのところとかで走るシーンがね出ていてですね、やっぱりこういうところをね印象的に、書かれていたなと思って、もう全体的にこうやっぱりね見ていてね画面的にね心地よいものがたくさんありますよね。なんかワンカットワンカットが結構やっぱり凝って作ってるなという感じというか、まあ凝ってるというよりはちゃんとこだわりを持って作ってるってそういう印象を、受けましたね。はい。ね、ロクトのね、シーンもちょっとね悲しげな感じに、ね収まっていたりだとかですね、まあ2人がですね絵を見ているシーンとかもそうですね、これ姫ちゃんのね絵を見に行ってるシーンですよね、同じような構図であるんですけど、印象がね、だいぶねありますね、こういうね。でまあまあ、この辺りも、ね、印象的なシーンではあるんですよね。漫画にね埋もれてしまってね、怪我してしまうっていう感じね。まあこのそれをねジャンプにねジャンポにしたのところは結構なブラックやとは思うんですけど、そういう意味ではねなんか絶妙なところをついてきてるなというふうにこういう絵を思いましたね。はい。やっぱねちょっとね惹かれるものがありますね。あとまあちょっと考察的なものができる要素もね残してくれたのは良かったですね。なんやかんやでこうラスナーが売れっ子漫画家になってて、でそのままその売れっ子漫画家として、やっている感じがこうね、久しぶりにねこのメンバーで作ってるみたいなこと言って、多分そのアシスタントとしてね、地味にここね復帰してるところとかねそういう意味ではですね、なんかあそういう流れがあったんやなっていうことがね感じ取れるのは面白かったですね。あとまあ駆けつけたみんなのですね、まあ制服とかがそうですよね。なんか制服がみんな違う制服ってことで、みんなそれぞれね別々のね進路に進んだんやけど、今でも姫のことはね、大事に思っててね仲がいいっていうね、そういうことがね、分かったっていうところもね良かったですね。でまあこの、まあ、姫の中学生の状態というか中学生の時のまあ写真とかも含めてですね、今までのね流れを思い出すっていう、そういう感じだったんですけど、そこに例えば鬼が、多分この、鬼は外のところとかは多分原作にはあったけどアニメ化されなかったエピソードなんですかね、なんかそういう感じのことがですね、思わされるようなところがいっぱい入っていてですね、あなるほどなって、そういう意味でこう合わせてきたっていう、こういうやり方があるんやな、ね、それまでにね、あったことを思い出させるためとしてこれからあるエピソードで書けなかった部分を、思い出すという体でね、まあハイライトシーンだけ書くっていうね、いやこれはなかなかうまいなというふうに、思いましたね。はい。この部分をなんかこうね、保管するためにも漫画買ってみるのもいいなっていうふうに、思いましたね。またちょっとね検討してみたいと思います。はい。そんなわけですね、今回隠し事が最終回を迎えたということで、12話ね非常に楽しむことができました。また皆さんのね感想とかもね教えていただけたらと思います。はい。それではね終わらせていただきます。ありがとうございました。また次回ね何かの機会になりましたらよろしくお願いします。